じゃん。こんにちは、ゆたかさん、はい、あの以前この動画にも巨人の阿部監督が監督になる前、阿部さんの時に出演してくださって、いろいろ話してくださったこともありましたけれども、はい、その阿部監督が就任1年目で見事にリーグ優勝、ね、しましたよ、果たしました。阪神相手、岡田阪神に対して、そうです、そうです、ね、うん、まあ、見事に、見事でしたね。で、今年始まって、今シーズン岡田監督はライバルは巨人というふうにやっぱりおっしゃってた通りでしたし、ね、はいはい、原監督から阿部さんは受け継いで、いろんなものを変えながらで守りながらの優勝だったと思うんですけれども、うん、今シーズン始まった時はまず細かい野球ということで、まずはつなぐとかそういったところから始まりましたけれども、うん、阿部監督の手腕だったり試合をするごとに変わっていったなとか、成長とか、どういうふうに見てましたか？まあ、一つのものに対しての一途さっていうのはすごく感じたんだけど、うん、その一途さをこう一途の気持ちをこう貫くには、うん、こっちの方では柔軟性を持たないと貫けないっていうことを、うん、すごくこう阿部監督は知ったんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。戦いながらっていうこと。だからまあ例えばバントをやらす、バントをやらすって、うん、大事なところでバントをやらす、うん、まあ、しかしこれに変化しなきゃいけないんだけども、うん、まだ残ってるものがある、うん、まあ、例えばホームランでしか勝てなかったチーム事情っていうのもあったし、うん、はい、だからそこにどうしても耐えるようなことも選手の中ではあった。だからバントをしても点にならない、はい、動かしても点にならない、だからずっと1点しか取れない、2点しか取れないとか、うん、まあ、そういう時期を超えたのは、うん、そのバントをやめてつなごうとした、うん、まあ、そういうところだから、それには打順の組み替えっていうのがあった、はい、で組み替えの中にやっぱ丸1番、うん、2番吉川、はい、まあ、こういうことがバントをしなくてもつないでいけるかな、この2人だったらっていうことで成功したよね、うん。ここにその3番交流戦のところでヘルナンデス選手が入ってきて、まあ、まあそうだな、さらに長打っていう、そうだな、まあ、ヘルナンデスが入ってきて、まあ、変わったっていうこともあるよね、うんうん、そこからその固くなにそこ一本ではなく柔軟に取り入れるようになった、うん、でも基本戦は変えてないんだよ。そうだ、基本戦はやっぱこのバントという細かい作業っていうのは必ずみんなができるようにしなきゃいけないっていう信念だけはずっと持ち続けたな。だからなくしたんじゃなくて隠したんだよね、それは。あ、隠した、うん、あえて見えないところにしたっていうことなんですかね、まあ、 だね、うん、だから、まあ、そういう面ではやっぱこう若いながらでもやっぱ賢いやり方をしたなっていうふうには思う、うん、あとは言葉での伝え方であったり、よくベンチですごいメモを取ってらっしゃったりとかもあったりとか、はいはい、でメディアを通していろんな選手に葉っぱをかけたり、うん、そうかと思うとやっぱりベテラン選手をすごくこう大事なところで抑えてくれた、大事なところで打ってくれたというふうに称賛したり、いや、やっぱね、この優勝はベテランだよ。あ、かつての優勝を知るベテランたちが、はい、タッグを組んだというか、うん、柱になったというか、うん、まずピッチャーで言えばもう菅野だよね、はい、でキャッチャーで言えば小林、はい、で、まあ、坂本、はい、で長野、うん、抜けてないか、抜けてないです、抜けてないか、うん、ここら辺のやっぱ配置の仕方、うん、大事な場面で長野を使う、はい、今まで何にも使ってなかったのに、ありました、ね、長野使ってくるみたいな、はい、その長野が応えるとかさ、うん、やっぱ感動的だよね。いや、だから今シーズンそのヒーローインタビューで菅野投手と坂本選手のセットっていうのがやっぱりあった時に、あ、なんかこのチームの強さって若手もそうだけど今年の強さはこういうことなのかなって思った場面でもあったんですけど、やっぱね、まだまだね、隼人のチームなんだよ、うん、それ阿部監督は分かってる、分かってる、だから隼人をやっぱこうずっと見て気にかけて、はい、俺やってたと思うし、うん、ファームに落としたのもそうだと思うし、うんうん、だから上がってきてからやっぱこう勝負だなっていうのが、うん、もう分かったしね。そうですよね。あ、かつてね、はい、キルガスさん、はいはいはい、もう亡くなられたけども、まあ、広島が強い時だよ、うん、広島もいくらでも若手が出てきてる時にキルガスさんに聞いたことがある、うん、キルガスさん、なんで広島って強いのかって、うん、これ試合中の話なんだ、ピッチャー交代の時。そうなんですか。まあ、それを覚えてるんだけど、うん、うちはなんで弱いんですかねって聞いた時に、若手が出た時にそれらの扱いをしてあげなさいと、うん、
でそのちゃんとした扱いをすることによって、うん、その若手には責任が生まれる、うん、だから君たちは若手が出てきたらなんか赤子をあやすようになんかしてませんかと言われたんだよね、うん、はい、その時ハッとしたことがやっぱ若手を目にかけないというかさ、そんなになんかだから浅野がエラーした時にみんなで LINE をしてこんなこといくらだって俺たちだってやってきたよみたいな、うん、そういうことをこう隼人も坂本とかがね一生懸命こう言った、うん、もう坂本もね百戦錬磨だから、うん、いろんな経験をしてきてるからその若手を大事に使い若手を戦力にしようとして、うん、ベテランとしての力を発揮している、うん、もうここがやっぱり一番素敵なとこだな。つまり阿部監督が言うよりもそのベテランの坂本選手とか長野選手が選手に言うことでその選手っていうのは育つし成長するっていうことを阿部監督はおそらく分かってるんじゃなくて自分も体験してきてるんだよ。これがやっぱり巨人の伝統なんだよ、うんうんうん、だから阿部監督も選手時代に若い坂本勇人を自主トレに呼んでイロハを教えていく、はい、うん、ね、でおそらく何かエラーした時にマスクかぶってて、うん、マウンドでみんな集まった時に勇人にも言ってたと思うよ、こんなことも気にしてんじゃねえぞって、はい、ね、次は大事だぞみたいなことは伝統的に言ってきてるんだよ、うん、やっぱ強いチームっていいリーダーがいて、はい、それを伝統として守ってきてるやつらがいるんだよ、うん、ね、だから岡本がなんかひょうひょうとやってるようだけど、うん、優勝した時に泣いてたでしょ、はい、やっぱね切羽詰まるものがあったんだよ。4番としての責任ですよね。いやだからそれがやっぱ坂本勇人から岡本につながられてる、うん、そこがやっぱ素敵なチームだなって思うよね。そうですね、他とはちょっと違うなと思うよ。でそれをできてるのが阿部監督だからっていうのも一緒にこうね自主トレもやったりとか、まあそれもあるけどもやっぱねベテランを大事にしてるっていうことで、うん、ベテランの力を頼りにしてるって、うん、だから俺多分ベテラン集めて言ったと思うんだよ、うん、お前たちのこれからはね力が必要だって、はい、だから遠慮なくやってくれと、うん、別に去年と比較するわけではないですけど去年ってやっぱりキャンプの時から坂本選手飛距離が出ないって言われてすごい悔しい思いをしたりとか、じゃあ僕はホームランを減らした方がいいのか中距離バッターになった方がいいのかとかすごい悩んでたと思うんですよ去年で。小林選手も去年まではほぼ出ていなくて菅野投手もなかなか復活できなくて、でも今年に入ってやっぱ阿部監督に代わってそのベテランを非常にこう大事にするというか必ず君たちの力が必要だっていうのを伝えて何か生き返ったというか阿部監督に救われたっていうベテランも多かったのかなっていう、それがあの涙に坂本選手だったりつながってるのかなっていう、まあ、救ったというよりもやることはやってたんだよ、うん、ただ阿部監督はヘッドコーチとして見てたんだよしっかり。だから小林捕手だってやっぱこれだけの勉強しながら、ね、うん、しっかりゲームに入ってる、うん、ね、俺がなった時にはやっぱ小林だなっていうふうには思ってたと思う。 その小林選手がやっぱりベンチで直接若手に声かけたりとかいろいろするじゃないですか。だからそのコーチが行くよりもベテランの選手たちが直接みんな選手に声かけてるっていう、そりゃそうだよ。ベテランの力って大きいよ。ベテランの力をね、ないがしろにして優勝するチームってないよ、うんうん、そうですね。いや本当に、うん、いやそれだったらもうクビにして、うん、いないもんだとして考えた方がいい、うん、いる以上はこの人たちっていうのはやっぱりいろんな経験をしてきてるわけだから、はい、いろんなノウハウを持ってるよ、うん、アドバイスもそれと生半可なさ、うん、ベテラン置いてるわけじゃないじゃない確かにすごい人たちですからね日本最高峰のショートを置いてたりだとかさ、うん、ね、元ね、はい、今のサードにね坂本勇人っていうサードになったけど、うん、でキャッチャーだってねもう百戦錬磨だよ、はい、ね、小林、うん、ね、まあ、菅野だってそうだよ、はい、腐ってもタイだよ。いやまあ腐ってないですけどね、まあ、腐ってはないけどもやっぱタイだったんだよ、ね、そうですよ、見事ですよ今年、ね、長野だってね黙って笑顔で、うん、ね、まあもうなんかこうみんなで茶化してこうあれしてるけども、うん、やっぱ出た時にはしっかりね数字を出すんだよ、うん、だからそこら辺がやっぱ素敵なベテランだよね。ですよね。だからそういうベテランが残ってるっていうのは、うん、やっぱ伝統だと思う。今日
巨人の伝統なんですね、うん、だから他の球団のその伝統は分からないけども、うん、ベテランだと偉そうにしたりだとかさ、うん、ね、なんか強いチームのベテランってマッチがね、うん、もうベテランになってソフトバンクと、うん、はい、ね、ベテランだからって声を出さないことはないって、うん、はい、ね、いやベテランだからこそ声を出した方がチームは盛り上がる、うん、だからもう本当にチームのこと考えてるんだよ、うん、でそれに内川が、うん、そう言われてみればそうだなと、はい、ベテランだから偉いわけじゃない、うん、声を出さなくていいわけじゃない、うん、でそれに気がつかれてもうソフトバンクのキャンプっていうのは本当に活気があるというか、うん、だからもうそういうねやっぱ強いチームにはいいベテランがいる。そうですね、うん、でそのベテランをやっぱり大事に起用する監督が、まあそうだね、強いチームを作るっていうことなんですね。だから結局は自分を助けてくれるのはベテランたちだっていうのは分かってるんだ、うん、安倍監督もそうしてきたから、うん、だからそれが分かるんだ。そうか、うん、だからやっぱいい伝統持ってるなと思うよ。そうですね、悔しいけど悔しいけどこの伝統っていうのはやっぱもう過去遡ると、はい、まあ、ON であったりだとかさ、うん、その前だったら川上さんだとかさ、はい、青田さんだとか千葉さんだとか、うん、名前聞いてもわからない人もいるだろうけども、まあ、そういうところはずっとつながってんだろうな。脈々とそうなんでしょうね。そうだな。だからまあ原監督が長嶋監督に代打を出されて、うん、悔しさのあまりっていうね。でもそれで腐らないで、うん、ね、神宮でホームラン打ったりだとかさ、いろいろしたことがあるけども、やっぱそういうことも伝統として見てきてるんだよその選手たちは、はい、だからベテランになったからって偉くない。そんな不遇を食らっても腐っちゃいけないとかさ、うん、そういうものも伝統としてあるんだよ。だから素敵な、まあ、優勝だったな。そうでしたね。だから早田がね、うん、涙する、うんうん、そういうのもベンチと選手が一体となって連携して勝ち取った優勝かなっていうね、うん、まあ早田なんかは阿部監督と自主トレも一緒にやった、うん、はい、ね、ドラフトされた時なんだ二岡いるじゃんみたいなショートにそうなんですよ、うん、それがヘッドコーチとか、うん、今そうですねとかね、あ確かにとか、はい、だからまあそういうね人たちと、まあ、ね、二岡とも競り合って、うん、でショートのポジションを取って、はい、でも今ではねヘッドコーチと選手という立場でさ、はい、勝つために奔走してるとか、うん、だからいいよね。ですね、いいと思うよ、うん、いい本当にチームにやっぱりなったんだなって。優勝だから杉内が投げてる時なんか早田なんか守ってるだろうしね、宇都宮もそうだ。そうかそうかそうか、守って、ま、かぶってますね全然。そうですね、そうですよね。だそういう人たちが一生懸命勝つためにやってることを手助けできたっていう、うん、なんか先輩たちに恩返しができたような、うん、そうですね、そういう気持ちも多少あったのかなって思うとさ、うん、なんかすごくいい優勝だったなって思う、ね、ですよね。特に坂本選手は今シーズンなかなかね、あの体のこともあったりして一回ファームに行ったりとか調整で出られなくてとか、チームに対して申し訳ないとか自分が迷惑かけてるとか打てないとかいろんな思いがあってのシーズンで優勝だったんでしょうね、うん、でもこの男は勝負強い持ってますね。そん勝負強い。あの甲子園の2戦目、はい、うん、代打に出てきた時、うん、まあ、使う方の度胸も大したもんだけど、あそこで、はい、あそこで打つ勝負強さも生半可じゃない、うん、これはやっぱりねチーム力だよ、やっぱ、うん、そうですね、うん、これは1日や2日でねできるね、うん、技ではない、うんうん、まあ、大したもんだ。そうですね、だからこそやっぱり巨人が優勝したのかなっていうのも納得するというか、まあ、そうだな、うん、ありますしね。そうだね、うん、まあ、強いと言われた阪神を破ってね。そうですよ。で敵将岡田、はい、ね、うん、これをもう立派に破って、はい、ね、新之助やったみたいな、うん、本当におめでとうだよ。そうですね、あとは、CS 勝ち抜いて日本一になるというシーンの、そこが残されているので、まあ、ミッションは、まあまあこれからはね、あのシーズンとは戦い方が違ってくる、はい、まあ、短期決戦になってくるから、うん、まあ、どういう姿を見せてくれるか、はい、まあ、楽しみだな。そうですね、はい。